歌川薫州とは、江戸時代末期から明治時代にかけての浮世絵師。歌川国吉の門人。本生は鹿島、名は松五郎。歌川の画生を称し一末歳とトゴース。江戸の大工職、林中蔵の子として生まれたが、自らは鹿島の生を称した。江戸銀座二丁目色は茶屋に住む。天保六年、十九歳の折、国吉の門人となり。 作画機は、文久の頃で、武者絵や字曲絵、役者絵、美人画などを描いた。彩色に優れ、死の多数の作品の色差しをする。国吉筆の絵馬、一つや図の裏面には、カオル州の名が記されている。性格は、表敬なところがあり、死の怒りに触れて、波紋となること十数度であったと言われるが、その都度、国吉の元に戻っており、指定関係は、 カオル州の晩年まで継続した。晩年は、娘の島女が、若菜や島継という芸者として売り出したことから、カオル州は、芸者置屋として、新橋のコンパル街道に住み、左内輪で暮らせるようになったという。最後は誤って、井戸に落ち死んだ。去年64。墓所は、豊島国出賀の領館寺。法名は、雲上隠居、与えカオル州古寺。 門人に、宗正、宗久、宗成、り、宋健、宗忠氏がいる。家庭では11人の子に恵まれており、抜子の修二郎は、月岡義都氏に入門し、新井年行きと称している。ありがとうございます。